軍の戦艦ペンシルベニア級戦艦の2番艦である。艦名はアメリカ合衆国48番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。アリゾナは1941年12月7日の真珠湾攻撃で1177名の兵士と共に沈没した。現在も湾の底に沈没状態で生体保存され、船体上にアリゾナメモリアルがある。 1913年3月4日にアメリカ議会はちょうど急戦艦であるペンシルベニア急戦艦に湾艦の建造を認可した。アリゾナは1914年3月16日にブルックリン海軍交渉で寄港し、1915年6月19日にアリゾナ州プレスコットの名誉市民である WW ロスの娘のエスターロスによって命名、浸水した。 1916年10月17日に、初代艦長ジョーン・ドナルド・マクドナルド大佐の指揮下に収益した。1916年11月16日に、ニューヨークを出港したアリゾナは、バージニア・ミサキとニューポートで成長訓練を行い、その後グアンタナモアンに向かった。12月16日に、ノーホークに向かい、タンジーールサウンドで砲撃及び水雷防御訓練を行った。 1916年のクリスマス前日にブルックリン海軍交渉に寄港し、成長後のオーバーホールを行った。1917年4月3日にオーバーホールが完了し、翌日ノーフォークに到着、第8戦艦部隊に合流した。戦艦アリゾナ現地時間1941年12月7日、日本海軍による真珠湾攻撃が行われた。アリゾナにおいて、 空襲警報は7時55分ごろに発令された。艦は直ちに総員配置となり、8時過ぎに航空母艦加賀からの97式艦上攻撃機が投下した800キロ爆弾が4番砲塔側面に当たり、消火災が発生した。8時6分に1番砲塔と2番砲塔艦の右舷に爆弾が命中し、弾薬庫が爆発、艦の前方が大破した。 大爆発を起こしたアリゾナ。同艦は、真珠湾の艦艇群の中でも、最も被害が大きかった。後の専門家たちは、爆弾が装甲を貫通することはなかっただろうと、推測している。その代わり、関西機型パルトに使用された黒色火薬にまず、着火し、続いて、砲弾用の無煙火薬に誘爆したと考えられた。1944年のブシップ報告書では、 国色火薬庫のハッチが可燃材料と共に解放されたままであったのではと示唆している。しかしながらアリゾナの水平走行はたった76ミリしかなく250キロから500キロ爆弾でも容易に貫通できるとする意見もあり今日では水平爆撃で投下された爆弾によって誘爆したという見識が主流である。アリゾナは2日間炎上し爆発の残骸は フォード島に多数降り注いだ。アリゾナでは、士官、兵ともに、英雄的行動が多数見られた。艦のダメージコントロール担当士官であったサミュエルジ、フークは少佐は冷静に火災に対処し、生存者の救出を試み、後に名誉勲章を受賞した。第二次世界大戦において上官して戦死した初の、アメリカ軍将官となったアイザック・シー・キッド少将、及び環境で、 戦闘指示を行っていた艦長のフランクリンバン、バルケンバーグ大佐も死後に名誉勲章を受賞した。完全部の損傷は激しく、修理は断念された。アリゾナの一部の兵装は、損傷した同系艦のペンシルベニアに転用され、再利用された。沈んだアリゾナの後部3番、4番砲塔は無傷のままだったため、陸揚げされて海軍から陸軍に移乗され、 オアフ島要塞の要塞法として、オアフ島南西端と東海岸に設置された。南西端の砲台はアリゾナ砲台、東海岸の砲台はペンシルベニア砲台と命名された。地中設置式に改造するための工事は難航し、完成したのは1945年8月であり。 そのまま一度も交戦することなく1947年から1948年にかけて解体された。アリゾナメモリアルアリゾナは海軍から除籍されたが、アリゾナ及びその戦没した乗員を悼んで、合衆国旗がアリゾナのメインマストから伸びたポール状に掲げられ、真珠湾に残っている。1950年3月7日、アーサー・ W ・ラドフォード提督は、 アリゾナの残骸の上に国旗を掲揚することを命じた。また、アイゼンハワー大統領とケネディ大統領の任期の間に、政府はアリゾナの残骸を国定慰霊碑にすることを決定し、1962年5月30日に正式に指定された。アリゾナメモリアルは、戦死した乗組員の名が刻まれた大理石の壁が、船体の上を横切る形で設置されている。 アリゾナの上部構造及び主砲塔4機のうち3機は撤去されたが1機の主砲塔リングは現在も水面下に確認できる。追悼式が毎年生存者も参加して行われている。海上自衛隊の艦艇は真珠湾を通過する際アリゾナに対して敬礼を行っている。アリゾナのワクチンから十八年が経過した二千十九年の現在も船体から 油が漏れ出し水面に浮かんでいる。1日あたり一ク区王都の油が漏れ続けている。乗組員たちは最後の生存者が死ぬまで油は漏れ続けるだろうと語っている。海軍は湾の環境悪化を懸念して油の漏出対策を考慮している。アリゾナは第二次世界大戦の先行により1個の従軍聖賞を受賞した。 アリゾナメモリアルは1966年10月15日に国家歴史登録罪に登録された。アリゾナ自体は1989年5月5日にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。